これより会議を開きます。内閣提出参議院送付国防及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として国土交通省鉄道局長蒲生渥美君、航空局長海老名邦治君、運輸安全委員会事務局長篠部武嗣君、経済産業省大臣官房審議官上田洋次君、通商産業政策局通商機構部長渡辺哲也君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します、はい、森山博之君。